ああ、もしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？何あれ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど、しかし風流廃墟の周りにヒルチャールの妻がいなかったはずだ。しびれさせちゃうわよ。うがちなさい。雨のような矢を。ウサギ伯爵出撃。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動。ここにいたらアビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速、今回の観客は風だけだし、弦を引くスピードを早め。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。よっと。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルク。
クの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。相手には予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってばほんと真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに、どこが真面目なんだよ。嘘つくな。よし、出発だ。不運の連鎖を断ち切れなかった。ちょ、はい。よし、出発だ。やりなさい。ほら、あそこ見てみろ。雰囲気がある。上まで行けるかもしれないな。
以上はいけないね。これもと違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっとモンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せ。見たところ、まずはパーツを設置して、またどうした。さあやってみない。善は急げだ。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔には、つまり、あ、ここから一つは見えるが、残りはきっと。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、人みたいに歩くのではなく、彼は、お前今さら他にせ、
歩行装置って本当にすごいんだな。塔にある3つの光の輪の1つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。不運の連鎖を断ち切れなかった。Thank you.